1953年3月、30年近く最高権力者としてソビエトに君臨してきたスターリンが死去しました。スターリンなくしてどうすればよいのか、人々は途方に暮れました。世界が今にも崩れ落ちてしまうような気がしました。私たちはこれからどうなってしまうのだろうと思いました。スターリンはいつも見守っていてくれる父親のような存在だったのです。スターリンは後継者を指名していませんでした。そのためゲオルギー・マレンコフ、ラブレンティ・ベリア、ビアチェスラフ・モロトフ、そしてニキータ・フルシチョフによる集団指導体制が取られることになりました。その支配は冷酷を極めていたにもかかわらず、何百万ものソビエト市民がスターリンの死を悼みました。しかしスターリンの死によってソビエトと西側諸国の関係が変化することはほとんどありませんでした。